自分をプラモデルにするっていうのはね、はい、先日登場して好評だったミニ大輔ですけど、また出してほしいなんて意見もありましてね、非常に嬉しいんですけども、これミニ大輔ね、段ボール製なんで、いろんなポーズを作っていかなきゃいけないわけです。6、7、8個作って持ってきましたね。で、やっぱりね、ボロボロになってくんですよ。シワシワになってくんですよね。それで、まあこれはこれで味があっていいんですけど、自分をフィギュア化してみたいなと。以前からね、ダンボーと一緒に写真を撮るっていうのはね、ネタフルの小暮さんとかブロガーをはじめとして流行っておりましたけども、まあこれだとね、まあみんなと一緒になっちゃうし、自分っていう感じがしないですよね。で、瀬戸康史さんがね、3D スキャンして、3D プリンターでフィギュア作る、6万円は払えねえって思って、こないだもネタフルの小暮さん一緒に飲みに行ってミニダンボー忘れましたからね。6万円忘れるわけにはいかないので、そんなわけでジャジャーンなんですけど、ペラモデル、これ結構古い製品なんで、もうね、もう在庫なくなってきてるんで、買いたい人はもう即飛びついた方がいいと思いますけども、ペラモデルってね、プラモなんですけど、シールを貼るんです。シールを。自分の写真を撮影して、専用の、ダウンロードできる専用のソフトで、ちょこちょこっとシールを編集して、で、それを印刷して出てきたシールをペタペタっと貼っていくだけなんですね。そうすると、こういったものになります。自分をプラモデルにするっていうのはね、なんかね、自分の量産型を製造してるような気持ちになってね、案外面白かったですね。基本的に顔写真だけ撮れば、あとは服のパーツとかはね、ソフトの中に揃ってます。で、まあデザインとか自信がある方はこういうね、オリジナルのものも自分で作ってみてもいいんじゃないでしょうかね。こんなに小さいですけど、ちゃんと可動フィギュアなんで、段ボールみたいにシワシワになって傷むことはないですよね。まあそれにしてもね、自分の顔がね、こういったものにプリントされると、それだけで世界観が生まれてきますよね。小人とか妖精の世界観っていうんでしょうかね、独特の雰囲気が生まれますよね、こういう写真とか映像ってね。自分の姿がプラモデルになる、ペラモデルでございました。